はい、どうも皆さん、こちらミキです。さあ、ということで第2回、今日のテーマは接続語のビザということで、ね、接続語っていろいろありますよね。で、例えば順接とか逆接みたいな、まあ、用法の名前皆さん聞いたことがあると思うんですよ。ね、まあ、そのぐらいだったらまあ判別できると思うんですけど、ただ実際このレベルの問題になってくるともっと細かい部分、例えば順接は順接でもその中に還元文脈として使われるつまりとか、すなわちとかそういった言葉、そして因果関係として使われるだからとか、したがってとか、ね、さらには追加並列で使われる、またとか、さらにとかっていう形でいろいろあるわけですよ。で、そういったまあ細々とした、ね、似た用法の中にある接続語たちっていうのをしっかりと区別できますか。はい、そういったお話、はい、まあ、かなり難しいところにチャレンジしていきたいかなと思います。さあ、ということで、皆さんもうすでに予習されている前提で、授業の方は進めていきますが、まずね、文章を読む前にね、はい、ちょっとこんな話をしていきたいと思います。読むためにねってことでね、僕のスタンスです。で、まずね、読み飛ばし、これはもうやめましょうと。まあ大丈夫ですよね。まあ読み飛ばして結局後になって分かんなくなってもう一回読み直す、これはもう時間がもったいないんで最初からちゃんと読みましょう。まあただ原則と書いたのは、まあ英文が出たりとかね、古文漢文の引用が出たときにそれ読むのって言われたら、まあちょっと空気的にこれは読まなくてもいいだろうって時はあると思うんですね。はい、ということです。そしてイコール関係、対比関係ね、現代文が苦手な人はね、本文の中にイコールと対比をもうね、くまなく書き込んでください。はい、でこの訓練をねしていない人が、ね、この授業を受けるとね、結構頭パンクします。なんでそういった方はぜひ僕の小説正解っていう授業ね、あるんで、これぜひ受けてください。はい、読みながら解く。で、これはね、押し付けはしません。まあ、これまで皆さんいろいろ文章を読んできてね、全文読んでから設問を解くってやってる人もいると思うんですよ。なんで、それを崩せとは言いませんが、一応僕はこういうスタンスでやっていますよというもの。なんで、授業の解説も必然的にそうなっちゃうんで、一応そこは皆さん把握しておいてくださいねということです。OK? で、なんで、まあ、文章を読んでって、傍線部あるいは空欄にぶつかったら、設問の方に行って、そこで片付けられたら片付ける。これの繰り返し。はい、そして、わからないところ、ね、出てきますよね。やっぱこのレベルの大学になるとね。はい、で、対処の仕方として、知識から、ね、あ、失礼。はい、ね。知識から、例えば、他の科目の知識、あるいは現代文の、背景知識、はい、そういったものを使っていく。あるいは、文脈、前後関係、論理関係、こういったものを駆使していく。で、さらには、もうこれは分かんない。どうやっても分かんないから、本部に説明もないしね。ペンディング、つまり保留していく。もうしょうがないから、もう文字通りに押さえて、ここはこう書いてある。けど実際のところよく分からない。ということにして進もう。なんてことも、することがあるので、ぜひ、この能力ね、このね、ペンディングする能力とね、読みながら解く能力って、これをね、混ぜると最強ですよ、これ。読むときも分かんないところが出てきたときに、ああ、分かんないけど、まあ、後から分かるかなって、結構気軽に構えられる。ね、設問解くときも、その場では解けない。でも、まあ、後ろ読んでいけば、後々、この二択に絞った選択肢が絞れるんじゃないかなとかね。はい、今日もそういったところを見せていければなと思うので、ね、ぜひ参考にしてください。この二つ、ぜひね、ミックスさせていくと、解くスピードめちゃめちゃ上がっていきます。さあ、では、今回こんな問題ですね。本文に空欄が4つあるのね。で、そこに入る5ってことで、ただ今回は A だけを使っていきます。はい。まあ実際ね、ちゃんとした問題でやりたい人は、ぜひね、東進ハイスクールの過去問データベースなんかを検索して、ぜひダウンロードして、印刷して、解いてみてください。さあ、いくよ。私たちがテープレコーダーのような音声記録装置に自らの声姿を初めて記録し再生したときに、ああ、これ録音ってことだね。それを自身の声姿として容易に受け入れることができないことはよく知られている。ね、自分の声を録音したやつで聞いたときに、なんか俺こんな声してたっけな、あるあるあると。で、このことは写真装置が出現した当初で、でここでは音声記録装置だったんだけど、ここでは写真装置。人々が自らの肖像写真に戸惑いを持ったことと同様である、ね、この似たものをこう比べているっていう声の、ね、類比って言いますよね。似たもの同士を比べていくという論理関係になっています。私たちの声は咽頭から耳骨の回路を通って自身の耳に伝わるっていうのは、これは普通の伝わり方だから、まあ装置とは違う場合ですよね。その声を自身の声として認識してきた私にとって、耳骨の回路を返さない
テープレコーダーの声は音色が異なってっていう、やっぱりここも対比になっている。まあ、あるいは、こうなってるから、まあ、遠く離れたイコール関係ですよね。はい、こんな感じでイメージして読み進めていくと。なんでね、現代文苦手な人はこういうのをどんどん書き込んでいくといいですよ。後で解くときね、手がかり、足がかりになりますからね。はい、そして、次の段落で、鏡像あるいは自己の頭蓋に共鳴する声は、なんとなくわかりますか？ね、鏡像っていうのは鏡に映ったもの。そっから自分を捉えますよと。あれ、ペンにならないんだけど。よいしょ。はい、鏡像。で、頭蓋に共鳴する声っていうのを、さっき出てきた、この自身の耳として認識したってことだね。こことつながる。対比で言うんだったら、ここはテープレコーダーとの対比で、ここは写真装置との対比になりますよね。はい、こんな感じ。はい、私たちにイマジネールな自己像、さあ中1番見ないとね。イマジネールは想像の架空の、そう、鏡とか分かりやすいですね。鏡って左右反転だから、それ自体は偽物なんですよね。だからその偽の自分の像を見て、本来の自分はこうなのかなって想像を挟みますよね。まあ、頭蓋に共鳴する声とかっていうのも当然本当のありのままの声じゃないんで、なんでそこから、ああ自分の声ってこうなのかなっていうふうに、まあ、ワンクッションをこう挟んで認識をするような、まあ、想像による補完が行われるっていうのはなんとなくわかる。で、そして日常的にはこのイマジネールのうんたらかんたらだと。で、しかし、はい、ここで、逆の関係になってくんで、どう逆になるのかなっていうのを強く意識。声のレコーダー記録装置、そして写真装置はイマジネールな自己像を抹殺。はい、大丈夫ですね。大丈夫ですね。はい、抹殺という否定語。さっきはイマジネールな自己像を与えたっていう肯定的な表現で、ここが対比になっていますよということ。わかりますよね。まあ、写真装置って、自分の姿そのまま映し出しちゃうんで、なんで、もうそれ見ちゃえば想像なんて、イマジネールなことなんてしなくていいんですよ。もうそのまま、あ、これが俺の姿だ。はい、おしまいですよね。はい。そして、一応後ろで写真装置メディアが、鍵括弧で嘘をついてるからではなく、うんたらかんたら、共像電球、フィルキュー、うんたらかんたらっていうのは、これ、キットラーのこれ、引用なんで、あんま深く理解しなくていいですよ、これ。ね。一応ね、倫理とかでこれ、共像段階。ね、こう赤ちゃんとかがですね、こう初めて鏡を見たときにね、あ、これが自分の姿なのかっていうふうに感動して赤ちゃん笑ったりするんだってっていう、そういうその自分の姿をこう初めてこう鏡で見て客観的にこう自己を把握するっていう段階のことなんですけどね。まあ、知らなかったらスルーしておきましょうね、ここはね。はい、絵画も文学もイマジネールな肖像を描く。さあ、ここで、もっていう表現で、ね、注目できましたかね。はい、これも類比の表現で、絵画も文学もイマジネールなんだから、さっき出てきた、鏡像、あるいは、テープレコーダー。あ、失礼。頭蓋に共鳴する声と同じ仲間ですよね。はい。だから、まあ、絵画とか文学もありのままには描きませんよね。そりゃそうですよね。自分の描きたいように描きますよね。はい。で、ただ後ろを見ると写真装置。だから、ここはまあ、対比関係で、身体を欠落させた心や魂を打ち出さないのが当たり前。しかし、ときて、写真装置は、ね、写真装置の話してて対比ってなるのは結構なんか不思議なパターンで、それを見ることなく目を閉じた自己の姿をも与えてくれるんです。だから、写真装置っていうのは絵画や文学とは違ってね、目の前のものをただ描くんじゃなくて、目を閉じた、これ瞬きってことかな？ね、リアルな姿、たまたまその時の自分が目をつぶってたら、それをそのまま映すってことまでしちゃうんですよ。っていうことを言っているわけですよね。はい、そして、文字テクストに世界を還元する近代的主体は、ってなんでここで文字が出てきたんだって疑問な人いると思うんですけど、うん、いた話として、文学。これつながるよね。に世界を還元する近代的な主体は写真装置によって解体を準備されていたってことで、空欄が出てきて前後の関係を理解しなきゃいけない問題が設置されている以上は、ここは何回も読み直さなきゃいけないところで、主語と述語の関係、ここを丁寧に追うっていうのが空欄前後のね、分析において非常に大事なことで、今回は近代的主体はときて解体を準備されてるんでしょ。だから、近代的主体が、こう、解体、なくなったと。で、空欄の後ろを見ると、写真装置によって対象世界を捉えようとする撮影者の眼差し、主体はで、またここ主体主体で被ってて、特権的な場でしょ？
あ、ごめんなさい、向き間違えちゃったね。はい、特権的な場でしょ。ってことは、これ、内容的にプラスな内容言ってるよね。そう。だから、パッと見、おそらくこの空欄には逆説が入るんじゃないかなっていうふうに推測がつくと。まあ、あるいは、まあ、一方みたいな、ね、それに対して的な、対比の言葉が入るんじゃないかなということで、まあ、選択肢、大体絞れるんじゃないですか。大体絞れるんじゃないですか。こちら。うん。まあ、ロカハリーですね。ロカハリーですね。はい。で、これでうまくいかなかったら、まあね、二言も潰れちゃったら、まあ考え直すべきですけど、まあ、とりあえずロカハリーですね。早く解きたいんでね。さあ、そして戻っていくと。はい。さあ、で、ここでね、皆さんよくやるダメなパターンね。ここに、ところがととはいえを代入してね、どっちがいいかなって気持ち込めて読むんですよ。ね。改定を準備されて言えるかもしれない。ところがなのか、それとも、とはいえなのか。ところがなんか とはいえそうは言ってもどっちなんだってこうなんかねこう響きとかでねこう考えちゃう人は結構いるんですよ。はい、ということでそう、それをね今日皆さんには改善してほしいんで今日のポイントね、まあ、先に皆さんやってるダメなんだからこれ書いてたけどね、聞こえ響きがいいからこっちじゃなくて客観性の高い判断の尺度を持ってそれを言語化するね、なんでそっちの選択肢にするのかっていうのを、ね、完璧に学者チェックに説明できなくてもいいです。多分こんな感じかなってふわっとした形でもいいんで言語化してください。ぜひその癖つけてください。じゃあそのやり方ね、皆さんは接続語の性質、今回のところがととはいえのビサとかって予備校とかで習ったことありますか？あるいは参考書とかを読んで勉強したことありますか？多分ないと思うんですよね。まあ、接続詞について詳しくこう用法とかをね説明した本でね、一橋大学の石黒圭先生の本で、接続詞で文章は決まる、文章は接続詞で決まるかっていう本があるんですけど、皆さん読んだことありますかね？まあないですよね。はい、ということで皆さんはですね、接続語の今回出てきた、ね、特にとはいえとかところがの判別なんて知らないわけですよ。なんでここはね、機能的にっていうのはどういうことかっていうと、具体的な、ね、例を考えてあげて、それらを総合して皆さん自身の法則を作るんです。そうするとね、例えばじゃあところがってどういう時に持ってくるのって言ったら、ね、考えてみる、例文を作るんです、ね、ほにゃららしたところがこうなってしまった、うん、例えばね、僕昔ドライバーやってたんですけど、ね、ドライバーね、僕車運転するの好きなんで、でそれまで事故ったこともなかったので、まあいけるだろうってこう自信満々だったんですよ。ところがぶつけてしまいましたと。結構ぶつけました。もうね、6回、7回ぐらいぶつけました。びっくり。ね、ぜひ興味ある方はね、僕のサブチャンネル見てみてください。僕のね、大惨事がたくさん見れますのでね。はい。そう。っていう感じで使うと。うんうんうん。なるほどね。みたいな感じで、ここをね、皆さんが例文を作るんです。で、その中で、3つの観点を確認していくといいんです。まず、順説か逆説か。これは別にところがもう、とはいえも、両方、逆説。ここはまあ、今回あんまりね、重要ではないと。そして、このね、重要度。前後で強弱がどう変わるかで、ところがを使う場合って、今の僕の例からも分かったと思うんですけど、明らかにその後ろに来る内容が強いですよね。どう考えても。ところがこうなってしまったんですよ。っていう、ここの部分に、その人の伝えたいストーリーとか、思いとか、あるいはオチみたいなものっていうのが現れる。じゃあ、とはいえはどうなのかって話なんですけどね。考えてみようか。まあ、皆さんね、じゃあ皆さん授業を受けてるね、早稲田大学を目指すね、皆さんがね、この壮大現代に向けていますと、私は早稲田大学に行きたいですと、めっちゃ行きたいですと。とはいえ、ね、現段階では偏差値が追いついていないので厳しいと、ね。早稲田大学に行きたい、とはいえ偏差値的に厳しいです。さあ、どっちが言いたいことですかって考えたときに、ね、まあ、もちろん厳しいっていうことが言いたいってこともあると思うんですけれども、考えてみてください。どっちですか？どっちかというと、行きたいですよね。ですよね。後半が言いたい人いますか？皆さんが、ね、今みたいな例文を発したときに、まあ、皆さんが後半の方を言いたかったら、それはもうね、早稲田大学を目指すのを諦めた方がいいと思うんですよ。早稲田大学に行きたいです。とはいえね、現実問題としてねってことで補足的に後ろの内容を持ってくるわけなんで、弱くなっちゃいますよね、どうしてもね。こういうふうにして法則を見つけて、これちょっとめっちゃ時期なくてすみませんね。はい。ということで、そう。重要度っていう観点で法則を導くとね、違いが見えてきましたね。
はい、まあ、他にもね、抽象度って言ってね、まあ、例えばね、つまりなんて言葉が出てきたときって、前の内容を後ろで抽象的にこう一言で凝縮してまとめたりとかしますよね。その逆の言葉、例えばみたいな言葉もあったりする、はい、こういうのを考える場合もあります。ただ今回は重要度に注目をし、この後ろの特権的っていう部分っていうのが筆者の主張なのか、あるいは補足なのかっていうのを調べればいいんですよ。 OK、 そうするとね、そうだから僕はこれ次のページを追加したんですよ。こんな説問関係ないじゃないか、ね、最初にところでもあるし、でところでがあるから話が変わるから全く関係ない。それはね、あなたの先入観です。ところで対象物を記憶するということでは、写真装置からデジタル写真装置へはほとんどつなぎ目のないまま連続している。似てるってことだね、この2つはね。で、中略。実はこの中略の中で違いが説明されてるんですけど、本筋と関係ないんで意図的に消しちゃいました。で、デジタル装置はいわば純粋な記憶装置で、そうした意味ではすでに見てきた写真装置と同様ね、連続で同様で、イマジネールな自己像を消し去ったっていう、さっきと同じ話が繰り返されてますよね。ただ、さらにはっていう追加の表現がここで使われていて、もう1ポイント追加される。現像処理などの時間も必要とせず、瞬時に画像が出現するとともに、物質性すら持たないがゆえに、一段と主体や自我の揺らぎようでマイナスなんですよ。あれ、さっきはここプラスだったのに、こっちはマイナス。もしかして筆者の本音は？そう。で、これであとは文章を皆さん読んでください。最後の文。他方、その撮影主体の眼差しをも消失させ、もう分かりましたね。この人はね、写真装置が出てきてしまったことによってね、写真装置がもう目の前のものをパシャッパシャッともう正確に捉える。もうそれをこう持っている我々主体の力なんてもうほぼ無力ですよというふうに言ってるんです。その写真装置を持っている撮影者の眼差しみたいなものってのはもうそこにはないですよと、ね、写真撮ってるのはカメラであって、人間ではないんですよみたいなことをこう言っているなってことは、もしねこの文章全体を通して理解することができれば、ここの部分っていうのが筆者の主張とか本音ではない、まあ、一般っていう言い方だとちょっと語弊があるんですけれども、まあ通念ですよね。まあ、まあ、そういうふうにこう、ね、思われているんだけれども、ね、思われているんだけれども、実際のところそうじゃないですよっていう話をしているんだと、もう分かりましたね。今回の答えは、歯になりますね。後ろが弱い内容、はい、ということになります。さあ、ということで、今日のポイントね、改めて確認していきましょうか。はい、なんで、接続語のね、まあ、細かい性質、些細な違いっていうのが分かんなくなったら、皆さん思い出そうとするんですよ。あれ、こんな、これ習ったっけって。いやいや、習ってないんですよ。そういうものを出してくるんですよ。習ったものとかね、パターンとかで解けたらつまんないでしょ。っていうか、みんな点数取れてるでしょ。そういう出題の仕方はしないんです。なんで、皆さんがその言葉を使ってきた経験ですよね。そう、経験に依拠するっていうのが大事なんですよ。ね、ルールってうるさい先生もいますけど、経験、言語体験とか言語経験ってめちゃめちゃ大事で、そっから法則を作って、あ、この言葉ってこういう時に使うよな、はい、そんな感じでやっていただければ、うまく解けるっていうのはぜひね覚えていただければというふうに思います。ということで、今回の授業はここまでにしたいと思います。この動画が良かったなと思った人はぜひね高評価、そして、チャンネル登録、さらにはぜひね皆さんの知人友人にですね、こんな動画があるよなんていうふうに伝えていただいて、ね、ってなるとね、まあ、かなりね、厳しい、ね、競争になってしまいますけどね、早稲田目指す人がみんな僕の授業を見てしまうとね、まあ、かなり厳しい競争になってしまいますけれども、ぜひですね、そういう感じで、この動画を他の人たちにも紹介してくださると嬉しいです。ということで、今回の授業はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。